斜行っていうその生地が T シャツだとよく斜めにねじれることがあるんですが、それをなくすための加工をしてます。30本で編めば斜めになってく率が少なくなるんで。ならない。あ、はい、すごい。僕は熊本の商店街で100年続く老舗洋品店で生まれ育ちました。20歳の頃にフランスに留学し、グッチ、パリ店で働きました。同僚に、なぜ日本には世界ブランドがないんだと言われたことが非常にショックで、エルメスもグッチもルイ・ヴィトンももともと工房から生まれたっていうことを知りました。日本のものづくりからそんな世界に誇れるブランドを作りたいと思ったんです。今は年間100以上の工場を全国津々浦々訪問しています。世界一流ブランドを手掛けながらも表に出ることがなかった職人の熱い思いや技術、地元の方が愛する本当に美味しいご当地グルメを伝えたいと思って YouTube を始めました。皆さんこんにちは。今枝メディアさんに到着しました。これから行ってきます。こんにちは。今日は、今枝メディアスの今枝さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今枝メディアスさんは何を作っている工場なんですか？はい、私たちの工場は、生地を作っている工場になります。糸をまず、買いまして、機械にかけまして、カットソーと言われる、生地を作ってます。生地？はい。製品というよりはその肌に触れる部分が大きいあの生地ですよね。そうです。はあ、だからこんなたくさん機械があるんですね。あ、はい。はあ、うちの機械はどちらかというと昇降系の機械が多いんですが。昇降系。はい。昇降系とか丸胴とかっていう、まあ、専門用語があるんですけど、どちらかっていうと、今例えば T シャツとかは脇が塗ってあるのが多いんですが、昔ながらの生地っていうのは各サイズ、例えば S と M と L っていうのが、機械のサイズが変わってて。あ、そうなんですか。わざわざ一個一個に機械が違うんですか。そうです、サイズが。はい。でそれは今考えればかなりエコな状態にはなるんですけど、脇を全く切らずに済むっていうのが、捨てる生地がないっていうのと、あと裁断するときにそこの部分も縫わないんでいいんで、例えば縫い糸ですとかその分の手間が省けるっていうのが、特徴としてあります。はい。じゃあ出来次第使う、そのまま S サイズだから、はい、M サイズだから、はい、そのまま着ちゃえるってことですね。そうですね。はい。そしたら特徴ってあるんですか？特徴、生地の特徴ってあるんですか？はい、このファクトリエの T シャツの特徴としては3つあります。1つ目が、使ってる原料綿ですね。で2番目がその綿を使った糸をさらに加工してます。で3番目が当社の編み機ですね。編み機が、ありまして、それの特徴があります。の3つがあります。3つもあるんですね。はい。1つ目は何ですか？1つ目のその綿原料なんですが、当社でこだわって作ってるのはオーガニックの原料を使ってます。オーガニックって聞くとよく食品で、無農薬っていうのを皆さん聞かれるイメージだと思うんですけど、はいはい、綿も、植物なんで、同じように無農薬で、綿を作るんですけど、実際着るものなんで体の中には入らないものですんで、実際農薬とかっていう形になるとその食べ物とはちょっと特徴が違うんですが、
どちらかっていうとその環境を悪くしてる部分とか、労働者に、対等なお金を払ってないとかそういうことがありまして、そういうのを変えるっていうのがオーガニックの、まあ、綿の特徴になります。なるほど。まあじゃあ心身ともにオーガニックでいきたい。そうですね、はい。あ、今さオーガニックコットンってじゃあ体にも心にも優しいんですね。あ、そうですね、はい。で、私たちの作ってるアルティメイトピマっていうオーガニックコットンは、かなり希少性のある綿を使ってます。で、柔らかいっていうのは特徴なんですけど、かなり高地で作ってますんで、さらに柔らかいとどうしても くねっとした感じがあるんですけど、それがまあ比較すると分かるんですけど、くねくねした感じではないっていうのが、まあ、腰があるっていうんですけど、そういう特徴があります。であと洗濯していくと、まあ、柔らかさからだんだんその変わっていくんですけど、どうしても綿がそんなに抜けないのもあって、ツルツルした表面になっていくっていうのが特徴です。へえ、じゃあ最初はふわっとするのが今僕も着てますけど、確かにツルッとしてきますよね。はい、でツルンツルンですもんね今。はい、それは着てるとやっぱり分かるんですけど、これは買ってもらった人しか実感できないことです。さすがですね。じゃあ単純にゴワゴワしてくるとか吸い切れてくるじゃなくて、はいはい、また二度おいしいってことですね。そうですね、はい。ありがとうございます。で2つ目はいかがですか。2つ目は、糸なんですけど、会社で糸を買うときに、最終編みたいっていう糸がない場合があるんですよ。でそれを、今回の場合は、遮光っていうその生地が T シャツだとよく斜めにねじれることがあるんですが、それをなくすための加工をしてます。で実際どういうことをやってるかっていうと、糸を例えば買った状態だと、糸っていうのは綿そのものをねじることによって、糸にしてるんですが、これを、今普通の糸は、ねじるとした、まあ、ねじだと右より左より、右ねじ左ねじってあると思うんですけど、左側にねじることによって、強度を増して糸を作ってます。でそれを、生地にするとどうしてもそのねじったものを戻ろうとするのが、生地が斜めになる原因なんですが、それをなくすためにどういうことをやるかっていうと、糸2本を揃えまして、それを今左側に寄ってる糸を今度右側に寄ることによって、右と左で打ち消すことによって、そのねじれを戻ろうとする力を、なくしてます。でそういう糸で作ると生地自体が、斜めになることがなくなるっていうことがありまして、これを、当社では糸を買って、年始屋さんっていうのがあるんですが、そこにまた発注して糸の形にして作ってます。じゃあ今枝さんの T シャツはなんか、なんでしょうね、洗濯物畳むときにいつの間にかこう横の線が変わってしまってる、まあ、はい、遮光っていうんですかね、はい、それがならない。あ、はい、すごい。では3つ目の特徴いかがでしょうか。あ、はい、先ほどの遮光とも一部関係あるんですが、丸胴と呼ばれる昇降系の機械を使って編んでます。大きい機械と何が、大きい口径の機械と何が違うかっていうと、糸が一周、回りながら機械っていうのは編んでいくんですが、一周編んだ時に、糸が30本かかってるか90本かかってるかっていう違いがあります。で、それによって、どうしても生地っていうのは、30本分でぐるぐる螺旋に編んでいくか、90本分で螺旋に編んでいくかっていう違いがありまして、30本で編めばその螺旋のカーブっていうか斜めになっていく率が少なくなるんで、それも遮光が少なくなる原因にはなってます。でもう一つ
小寸のそういう編機で編むといいっていうのが、全部生地がつながってますんで、今度染色した後に整理っていう生地を整えるっていうか、まあ、アイロンかけた状態にするんですけど、全部つながってるんで、もともと生地のテンション分の力がまあ一番リラックスするような形にしか仕上がらないっていうのがあります。あと、蒸気で仕上げてるんで、その分、ふわっと仕上がるっていうのも大きな特徴です。ありがとうございます。すごいですね、はい、これもう今井さん語り出したら止まらないぐらい、この T シャツへの愛と、はい、技術と詰まってますね。そうですね、はい。今井さん、今ファクトリエでは応援メッセージが届くようになりましたが、はい、何か変わったこととかありますか？あ、はい、今までどうしても生地ばっかり扱ってますんで、最終商品が何になってるかわからないとか、実際購入されて使ってる人の意見がどうなのかっていうのは全くわからない状態だったんですが、それがまあ、ファクトリーさんにやり出して商品がわかるっていうこともありますし、実際に名古屋店舗とか行きますんで、そこで会うお客さんからも意見が聞けるっていうのはあったんですが、それ以上に応援メッセージの方っていうので、まあ、人数が広がったっていうことと、実際こちらが思ってた以上に、まあ、いいと言ってもらえるお客さんもいたりとかっていうのが分かったりしました。でも10枚買ってるお客様もいたりとか、もう他を買わなくなったっていうお客様もいたりとかですね、はい。すごい。じゃあお店にいたってリアルにお客さんから声を聞くこともあるし、はい、応援メッセージという形で、はい、あ、こういう風に来てくれてるんだ、はい、みたいなことを知ったってことですね。そうですね、はい。とか、まあ廃盤になった商品とかもあるんですけど、実際それを気に入ってくれてて悲しいとかっていう話になると、なるほど、また作った方がいいのかなっていう、まあそういうことを考えたりとかっていう、まあことに直談判、はい、そういう前田さんに直談判されることもありますね、はい。面白い。じゃあこれからもそういうお店もそうですし、応援メッセージみたいなことは結構やる気につながってる？あ、はい、そうですね、やる気につながってまして、やっぱりその商品っていうかお客様が想像できるようになってきてるっていう、お客さんに近い形になってるっていうのが一番違いますね。はい、じゃあ働く皆さんも少し意識が変わってきたとかありますか？はい、その商品は実際検品とかしてるんで見てるんですけど、やっぱりその後の使ったお客様っていうのがコメントあると、なんとなくどういう人かなっていうのが想像がつくっていうか、勝手に頭の中で想像してるんですけど、よりちゃんと作らなきゃっていうことにはなりますね。プレッシャーにはなるんですけど。なるほど。私たちのモチベーションを上げるのは応援メッセージなんですが、ぜひともコメントをいただきたいと思います。それだけ親近感も湧きますし、あと買ってもらうお客さん、これから検討されてるお客さんに対してのメッセージにもなりますんで、ぜひともコメントを、書いていただけますでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではこれ買った人しか書けませんが、買った人はマイページから応援メッセージ書けますんで、応援メッセージをお送りください。それでは今井さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今までがリハーサルでしたんで。